今回は京都の三千院のお歌を作らせていただいたというお話です。この方は笹川康子さん、私が作った琵琶湖という歌を合唱団で歌い広めてくださっています。笹ちゃんと親しく呼ばせていただき、まるで大津のお母様のようです。ある日笹ちゃんからお電話がかかってきて、ぜひ三千院の歌を作ってほしいという嬉しいご依頼でした。何でも三千院の御門主様がその歌を作る作曲家を探していらっしゃるということでした。三千院といえば、私が NHK の重点音スペシャルで演奏した時に往生極楽院で演奏させていただいたのを YouTube に上げております。京都大原三千院という有名な歌がありますよね。なんと作詞は A 六助さん、作曲は泉拓さん、1965年の有名な歌です。その歌の後に三千院の歌を作れと言われて大変プレッシャーでした。笹ちゃんに三千院の御門主様をご紹介いただき、とりあえずお会いすることになりました。あの有名な歌から半世紀も経ってしまったので、新しい歌が欲しいとおっしゃいました。御門主様は三千院のあちらこちらをご案内してくださいました。こちらの称名は御山流称名と言われます。そして天台宗のテーマが一宮を照らすということですね。私は比叡山1200年祭で演奏していましたので、この言葉は親しみがありました。そしてお坊様の称名が滝と重なって、音が一瞬なくなる音なしの滝があります。路川、律川、路列が回らないの言葉の語源になった川があります。私は御門主様の言葉を一字一句書き留めておりました。四季折々の花が咲くとお聞きし、三千院へ花巡礼という言葉が浮かびました。そしてその日の夜、旅館に泊めていただき、言葉が次から次へと湧いてきて、夜中に電気をつけたほどでした。次の日、熊野に帰る車の中で歌詞を全部仕上げました。そして熊野の天女座に着くや否や、ピアノのところにダッシュしていって一気に曲を書き上げました。オペラ歌手の倉原さんも一緒だったので、早速仮歌を吹き込みました。御門主様は私の歌詞の中で、あなたの涙が一宮を清めというところを大変こだわっておられました。私はこのあなたの涙が清めて、そしてそれから浄化されるというイメージがあったので、絶対にお譲りできませんでした。また御門主様が国の国境というところを境と読ませてほしいというところは、こちらは訂正をさせていただきました。御門主様が愛というところにこだわっておられましたので、歌詞の中にも愛という言葉を入れさせていただきました。三千院の歌はなんと歌詞から曲、歌入れまで1日でできてしまったのでした。できた CD を早速お送りしましたが、御門主様は大変びっくりされました。これ1日で作ったんですかと驚かれました。それではお聴きください。三千院へ花巡礼。作詞作曲矢吹志穂。歌、倉原芳子さんと谷中隆光です。まばゆき光
ございました。三千院へ花巡礼でした。この歌が出来上がった時、三千院の中でもお披露目コンサートをさせていただきました。そして商店街の方々が、矢吹志保があんな歌を一日で作れるわけはない、矢吹志保はもともと来る仕事を予測してあらかじめ作っていたのではないかという噂が立ちました。私は霊能者ではありませんので、次に来る仕事を予測できたりはしないので大いに笑いました。歌を作るときは歌詞があってメロディーを作る場合と、作曲した後に自分で歌詞をつける場合と、歌詞と歌のメロディーが一緒に出てくる場合があります。三千院と花巡礼の場合は先に歌詞を作って車の中で全部仕上げて、そしてピアノの前に行って作曲をしたものです。私も谷中孝光、とんちゃんも作詞作曲どちらもできるので、たくさん作ってるうちにこれは私が作曲したのかとんちゃんが作曲したのかわからなくなることがよくあります。三千院のこの歌は三千院の中でも販売されています。この歌を歌っておられる倉原芳子さんは残念ながらお亡くなりになりました。ご冥福をお祈りいたします。また皆様もぜひ三千院を訪れてみてくださいね。雪の三千院、そして紅葉の三千院、お花が咲いてる三千院、とても素敵なお寺です。はい、今日はあの有名な京都大原三千院の歌があるにもかかわらず、三千院の歌を作ってほしいという大変なプレッシャーを抱えて作曲した話をお聞きいただきました。この歌が後々まで残っていてくれることを祈ります。ありがとうございました。